アンドリュー・ジェレミー・ウェイクフィールドは、イギリスの元医師で、生物医学研究者。1998年、ランセット氏に発表した論文が注目を集めた。その内容は、新三子混合ワクチン予防接種が自閉症の原因となる可能性が高いというものであり、2002年に英国で自閉症児の親たち2000人が、集団訴訟を起こすきっかけとなった。 この論文が2004年サンデータイムスに掲載されたジャーナリストブライアンディアによる告発により科学的にデタラメであるとされ2010年にランセットはウェイクフィールドの主張を撤回したもののワクチンによる健康被害を訴える議論は現在でも数多く行われている彼の主張は各国で新産種混合ワクチンの接種率の大幅な低下を招き その結果として、世界の多くの子供がマシンに感染したとして、医師免許が剥奪される懲戒処分を受けている。BMJ はこの論文が、研究不正であると断定している。意図的な不正ではないのでないかとする意見も存在するものの、いずれにせよ、ワクチンと自閉症との関係は、他の多くの研究によって科学的に否定されている。 1998年2月28日、ウェイクフィールドは、ランセット市に、新三種混合ワクチンと自閉症との関係を示唆する論文を出版した。12人の子供の患者を対象に研究し、常識感と自閉症と三種混合ワクチンが関連した、新しい病気、自閉症的全腸炎を発見したと報告した。論文発表の前に、記者会見し、 新三種混合ワクチン予防接種で自閉症になると述べ、ワクチン接種を否定し、ワクチン接種が自閉症の原因だとしたため、論文は大きな批判にさらされた。2004年2月、ランセット編集長のリチャード・ホートンは、ウェイクフィールドがランセットに開示していなかった重大な利益相反があったと、同論文の一部を撤回した。ウェイクフィールドの論文内容は、 科学的にも問題点が指摘され、2010年1月、英国の維持委員会は、新三種混合ワクチンと自閉症の関連性を否定した。そして2010年に論文が全撤回された。しかし、その間、及びその後も、ウェイクフィールド論文を信じた、イギリス、フランス、イタリア、アメリカ合衆国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドの人々は、子供に、 MMR ワクチンの予防接種をさせるのを避けた。そのために多くの子供がマシンに感染した。ありがとうございます。